兄上、私はタホーマル、あなたの弟です。やっぱり兄貴、オイラの言った通りだよ。兄弟なんだ。兄上、あなたに父上がしたこと、私は正しいとは思いません。生まれてくる我が子を鬼神に食わせ、見返りに国の繁栄を願うなど。生まれ損ない。そんな、じゃあ兄貴をこんな風にしたのは。そうだ、我が父大吾影光。しかしそこまでしても守らなければならぬのが国。そんなのひでえよ。兄上、今鬼神との約定を保護にすれば国は滅びます。いえ、今や国を脅かす兄上こそこの国にとっての鬼神。よくぞ言った、タホーマル。よって私はあなたを撃つ。バカ、手出し無用。そんなことって、ドロロスケロク、そこにいるのか。固く結んであんな、なかなかほどけねえ。兄貴の刀なら一発なのによ。ドロロ、もう少し。化け狐が戻ってくる。ドロロ、手じゃ無理だ。間に合わねえ、ドロロ逃げろ。いやだ兄貴。奥方様、ホクル。母上、百鬼丸、さぞ恨みに思うでしょう。あの日、何としてもそなたを守れなかった母を、そなたを鬼神に食らわせた父上を、そなたの犠牲の上でのうのうと暮らす我ら大吾の民を。ひどい、兄貴がどんなに。ひどすぎるじゃねえかよ。おく、タホーマルさえ分かった道理を、お前はいつになったら飲み込めるのだ。百鬼丸、許してください。私はそなたを救えませぬ。どれほど人の道に戻るとも、そなたの苦しみを知っていても、それでも我が国はそなたに許しを請うしかありませぬ。我が国は修羅となってそなたを喰らい続けるのみ。因果だね、百鬼丸。そなたばかりを犠牲にはしませぬ。鬼神どもよ、これ以上人の身が欲しければ我が身を。なりませぬ。お母ちゃん。ない技はいよ、百鬼丸。私はそなたを救えません。